西八丁目ニューヨーク水族館駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ブライトン線と IND、カルバー線の乗り換え駅である。サーフアベニューと、西八丁目の交差点北に位置し、終日 F 系統と Q 系統が停車する。なお、当駅は、ニューヨーク市地下鉄の駅の中で最も南に位置する、駅となっている。当駅は1919 19年5月19日に、 コニーアイランド西八丁目駅として開業した。ホームは2層に分かれており、それぞれの木材橋に相対式ホーム2面と2線を有する計4面4線の高架駅である。なお、開業したのは1919 19年5月19日で、あるが列車の運行が開始されたのは上層階の BMT ブライトン線が同年6月13日、下層階の IND。 カルバー線が約1年後の1920年5月1日であった。また、仮想会は1954年まで、ブライトン線の観光列車が使用していた。1954年までは、仮想会からブライトン線の地駅である、オーシャンパークウェイ駅まで、同線の観光線が伸びていたためである。百五十四年九月にニューヨークシティトランジット、 オーソリティは当駅とニューヨーク水族館を結ぶ約700フィートの歩道橋を建設すると発表した。歩道橋の建設にかかる費用は推定50万ドルとされ、1955年11月までに完成する予定とされた。2002年には当駅は改装を受けるニューヨーク市地下鉄10駅の中の一駅に選ばれた。2013年8月8日に老朽化による 安全性の問題から駅から水族館への歩道橋が廃止、解体された。横断歩道と幅の広い歩道が水族館への通路となった。駅は3階が BMT ブライトン線ホーム、2階が IND カルバー線ホーム、1階が改札口となっている。駅には2005年にビトアコンチ制作のアートワーク、ウェーブウォールが設置された。 2013年8月に撤去された水族館への歩道橋、ありがとうございます。